はい、おはようございます。ゆきです。あ、マスクいらないか。ゆきです。本日9月25日日曜日ですね。川崎タップダンスフェスティバル最終日となりました。昨日なんですけど、ちょっとね疲れちゃって知人のお家に泊めさせていただきました。絶対僕が着ない系統の服。今日朝起きたらめちゃくちゃね晴れてて、今も太陽がもうすごくてね、バーンって目覚めて、うわー太陽だー、散歩行きたいってなって、お水飲んですぐに飛び出てきました。昨日ソロコンテスト終わって、なんとかね昨日中に24日の様子アップできたんで、今日もできたら25日のね様子、今日の様子をしっかりアップしていきたいなと思います。いいよ。川崎タップダンスフェスティバル2022年2日目そう、3日目川崎タップフェスティバルは3日目。天気とむちゃくちゃテンション上がりますね。本当に今最高の気分。昨日はソロコンテストがあったから緊張の方が強くて、今日はなんか緊張全然ないけど、今とにかく楽しみ、楽しみすぎる、もうハッピーって感じ。おはようございます。あ、おはようございます。みんな逃げちゃった。おはようございます。動画今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、よく隠してよ。お願いします。映える。おはよう。フラバーズの皆さんです。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとう。はい、こんにちは、クリスピーサウンドです。お願いします。お願いします。せーの。ありがとうございます。ブルームーバー。ブルームーバーです。はい、ブルームーバーです。調子はいいです。いい、オッケー。ブルームーバーでーす。よろしくお願いします。はい、出ました。昨日のやつも見てね。 ありがとう、宣伝。こんばん、5分前です。私つけばいいんだよ。メガネをしてね。髪型が昨日と違います。分けてます。嬉しいね、こうやってたまちゃんと踊れるの。本当、ね、うん、すごい。昨日ご好評いただいた。あ、本当、うん、めっちゃ好きって友達が。あ、本当よかった。くれた。もう一人でこなってなってた。めっちゃ嬉しかったので、ね、どんどんなんか乗せたい ね、 ね。今タリーズ1回目終わりました。もうこの後は時間が空くんですけど、もう次で最後ですね。この時間の公演は他の人がどうやって踊ってるかじっくり見たいなと思います。斉藤くんが応援に来てくれました。動画ありがとう。ササッサーです。あと何番目ですか。次の次もう本番前ですね。頑張ってください。あと、まあ解散の話にはなってしまうんですけれども、この川崎タップフェ
ェスティバルができるっていうことが僕の中での一番の楽しみなので、ラスト行ってきます。行きます。川崎タップダンスフェスティバル、ね、最終公演、今僕のターンが終わりました。とりあえずまず一言で言うと、安心感ですかね安心感が強いかな今。頑張ります。リースです。いいよ、せーの、頑張ります。リースです。ありがとう今回ゲストのよしこさんです。再び2回目のクリスピーさんです。お疲れ様です。お疲れ様です。サロさんです。よろしくお願いします。サーティバン、サーティバン、サーティバン、ドゥンドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥン、サーティバン、サーティバン、サーティバン。終わったらこのサーティバン食べたくて、昨日4階であったんですよ、ラゾーナの4階、プチ宣伝。食べちゃう。これはナッツ。あー、いいね、このちょうどいい甘さ。ツナマヨに見える。ちなみに下はね、何だと思いますか？ピスタチオ。プラス40円のワッフルコーン。せっかくなんで、かぶりつこう。うまい。定番のナッツからのピスタチオ、結局ナッツナッツ。サーティワンってこう、まあ、スプーンでちょこちょこすくうのもいいけど、このワッフルコーンにしてかぶりつくっていうのが僕の好きな食べ方。この辺僕もワッフルコーン好きです。うわ、ほんと太郎さんに見られちゃったもうこれだけになっちゃったよ。一応ね、この後撤収作業っていうのがねあるんですよね。やっぱり準備があったらお片付けもあるっていうことで、まあ、この撤収作業を頑張るためにサーティワン食べたんで、まあ、これが終わったら撤収作業ちゃっちゃっと。ザ・ファーストの皆さんです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかったです。イエーイ。はい、今撤収作業も終わりまして、本当に本当の意味で川崎タップダンスフェスティバルが終わりました。終わっちゃうと本当にあっという間ですね。すごい思い入れ、今後僕が行っていく中で、人生の中で忘れられない2022年の川崎タップダンスフェスティバルになったと思います。昨日と今日、ね、この川崎タップダンスフェスティバルに足を運んでくれてくださった皆様、 YouTube でいつもコメントくださった登録者の方々、ね、本当にありがとうございます。今回のコンテストとユニットは、僕がやってみたいスタイルをやってみたので、まあコンテストでも賞をいただけて、ユニットの方でも結構見てくださる方々が良かったよって、すごいああいうのが見たかったとか、すごい嬉しい言葉たくさんいただけて、もう本当に
嬉しく思います。2日間ありがとうございました。今後もこのような形で、まあ、僕ができる範囲ですけどタップダンスっていうのをねタップダンスに貢献したいなとは思ってますのでこれからも頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。